はようございます、平松圭です。ここはね、ニューカレドニアのヌメアっていう港から、まあ町からね、出港します。今回来ているのはジャイアントトレバリーを狙いに来ております。まあキャスティングでね、季節としてはね、12月、ベストシーズンということなんですけど、ちょっとこうずれてるということがね、キャプテンから、昨日のミーティングで聞きましたけども、まあどういう状況になるか、まあ何とも言えないですが、とりあえずでかいの狙いに行きます。まあね、50キロクラス出るということなので、チャンスがあればそういったのも狙っていきたいと思います。40キロ50キロ、まあもちろん夢があれば100キロということで、とにかくでかいの狙って最高の釣りをしたいと思います。頑張ってきます。Good morning, everybody. My name is Chris Tang. We are here in New Caledonia, and we're going off to Big GT today. This is a famous place for Big GT. There are four types of area here in New Caledonia for Big GT fishing. One's Burmy, reef area, deep channels, and deep drop-offs. Most of this area have landed really big GTs, maybe more than 40 kilo, 50 kilo. The biggest they caught right now is about 70 kilo. The most effective baits are big poppers that makes big splashes, and big pencils when they're not so active. And that's what we're going to do today. We're going to be using really big poppers, and maybe poppers like this. To start with, in deeper area we'll be using bigger poppers. So let's start fishing. Okay, thank you. いやいや、最初の一本なんでちょっとこう疲れましたけどね、船のポジションがどう取っているのか分かんなくて、だからバイトがあったんですけどね、どうするのかなと思ったらまだそのまま船は動している状態だから、自分が動かないといけないっていうのがちょっと今の一本で分かったんで良かったですけど、はい、 GT です。ニューカレドニアトレバリーですね。嬉しいです。サンキュー。ありがとう。いいですけど、風に、ね、向かってキャスティングしてるんで、すごいこうちょっと釣りづらい状況でやってますけど、よく動いてないんじゃないのかなっていうのが考えられると、このね、干渉のエッジをこうしつこく狙うのと、あとはまあできる限り僕は干渉からずっとこう色がね濃くなってくる方に幅でねちょっと狙いたいなと思って。見そうなんですけど。
船にね引っ張られて死ぬかと思いましたけど、おお、ガーガーガー、元気よかったですね。ちょっとね午後からね結構シビアだなと思ったんで、やっぱりペンシル変えてみましたね。いいのが出てくれてよかったです。まあ安倍実際でアベレージニューカレドニアの方で、今回狙ってるんですけども、まず、今回狙った場合って場所っていうのがこう大きなね、ずっと続く、ロングリーフ、ずっと続くロングリーフなんですけども、ロングリーフ、それからもう一つは沈み根をね、沈み根、ボミーと言われてる、水中から見るとこうグリーンっていうのが変わってるような、根回りを狙う、そういったパターンっていうのがあります。はい、じゃあ次はね、キャスティングです。キャスティングの場合なんですが、右投げで皆さん、ほとんどの方が投げると思うんですけども、これね風がこう来てる状態なので、なるべく今はアゲンストの状態です。これは自分に向かってます。だからすごくキャスティングは不利な状態なんですけども、不利な状態でも、少しでも遠くに飛ばしたい、そういった場合っていうのは脇をね必ずしっかり締める、時を締めて、もう本当に今回ね使ってるルアーっていうのがヘビールアーなので、危険も結構こう発生すると思います。だから限度のね面を打つような感じ、これがやっぱりすごくキャスティングが最初のフォームとしてはしやすいと思います。よろすだけ、ね、これだけで十分ルアーっていうのは飛んできます。このエリアで、でかい GT を狙うということで今回来たわけですけども、ポッピング、まずルアーではポッピング、こういったポッパーとそれからペンシルですね、これを使い分けるんですが、ポッピング大口径ですね、ルアーの方がすごくこう大口径なルアーを使って、僕もね最初はすごくこうスローで使っていたんですが、キャプテンからの方はアプローチを大きくしろ、それからスプラッシュをとにかく出せというのがこのエリアで、言われたことです。ここで、でかいのを、取れてるのはスプラッシュがでかい、とにかくスプラッシュがでかくする、そして、レギュラーサイズ、それでも小さいサイズ、そういったサイズを、狙うわけではなく、本当にでかいのを遠くから呼び寄せるということをすごくキャプテンの方で言われたので、アクションも今までの、アクションではなくすごくこうよりルアーの口径を使って派手に音を強くさせるようなことを、狙うようにして、ごめんなさい、それをやるように、音を大きくするようにして、狙うようにしています。じゃあ一回ちょっと、ブラッシュを、あまりゆっくりすると、僕よくすりましたけど、レッドスナッパーとかね、魚がね、バイトしてくることがあるんで、なるべくルアーの方は速いピッチでリトリーブするっていうのが、基本になります。タックルなんですけども、ルアーの方がねやっぱり 200g を超えるようなサイズになります。で、
ターゲットは50キロオーバーということなので、やはり、強靭な道具、これが必要になってきます。今回僕がポッピング、大口径のポッピングを用いて使いたかったのは、今回ね、タイドレジの77の XXXH、 これはあのモデルの中で最強 の、 あのパワーが持ってます。これでガンガンね、魚がかかっても浮かすことができる。でバランスタックなんですが、ラインの方は僕は今回15リーダーを150ポンドのナイロンラインに、さらに200ポンドのね、リーダーをオルブライトで結束して、これを2本にしてスリーブ止めで強化しております。これがねポッピングでのタックです。それからペンシルなんですが、どうしてもねやはりこう手返しを良くしていきたいということで、今回は龍神の、75XXH ですが、これで79でもいいと思います。79を使ったり75といった形でどんどんね、スピーディーにこう探っていくような時には、こういったモデルっていうのも十分にこれで8号、10号対応できますので、探っていくとその状況に応じてルアーを使い分け、それから、ターゲットの使い分け、時の狙い分けということができるんじゃないかなと思います。どうしてもこうヘビーすぎてもやはりアングラーとしてはダイレクトに来てしまいますし、ホッパーだけではこう探りきれない状況っていうのがあるので、ペンシルを使ったり、さっきのねポッピングを使ったりっていう、この使い分けっていうのが、こういったね広大なエリアを狙うっていうのも特に効果的になると思います。嬉しいですね、龍谷の一発。父さんがね、さっき取れるときで僕もこうポッピングで出してたんですけどね、父さんは。僕はちょっとこう丁寧に探ってみようかなと思って、やっぱり出てくれたんでよかったです。フルバリー、
イチ2つねちょっとバカしちゃったんで、これは身長取りました。嬉しいです。どうポッパーです。ちょっとこれはいいサイクル。フォロー OK? フォロー OK? それ強いね。ねえ、メカロトイの魚強いですよ。